中日は15日、名古屋球場に隣接する中日屋内練習場で、春季キャンプに向けたスタッフミーティングを開いた。立浪和義監督は、ドラフト1位、草加翔投手が上半身に違和感を訴えていることを明かした。草加はこの日、キャッチボール後にベンチへと戻ると、立浪監督と話し込む場面も。その後はトレーナーと共にタクシーに乗り込んだ。立浪監督は、上半身に違和感があるということだったので、草加は検査に行きました。ただいまは焦る時期ではないので、と説明。この結果、ドライ Q1 は2軍の読谷キャンプでのスタートが濃厚となった。なんか嫌な予感がするぞ。肘ならやばいなぁ。焦る必要ない。今のタイミングで分かってよかったやん。素晴らしい報告。自身の状態をほうれん草できる環境でよかった。草加はドラフト前から、肘に負担がかかりそうなフォームが懸念されてたよな。ルーキーは計算に入れないから、2軍のローテは大丈夫だよな。もちろん大学4年で投げまくった選手ってこのパターン多いよな。柳とかマジか。そんな急がなくてよかったのに。立浪は見てなかったから立浪は悪くない。まあ今年はリハビリの1年かな。中地と根尾は大チャンスやで。残念やけどまだスタートしたばかりだし、同じことにならないように頑張ってくれ。早速スペッタか。新人ドライチがキャンプ前に離脱は正直がっかりや。故障スタートか。まあゆっくりやってくれ。タフさが売りの草加怪我してるやん。草加は怪我しそうな気はしてた。ちゃんと体作り直さないとな。草加は怪我がなかったら必ず活躍してくれるはず。やっぱ線が細いとこうなってしまうか。草加心配やわ。他球団見ても手術してるルーキーとか多そうだし。今の時期で良かったとしか言いようがないな。焦らずにしっかり直してからやっていってほしい。